私の会社はですね、情報サービスのベンダーの会社です。で、どんな情報をやってるかと言いますと、商品の相場とかニュースとか分析とかをですね、お客様の会社に、インターネットとかオンラインとか、あるいは携帯電話を通じて、届けてます。で、ごく稀になんですけども、やはり、停電とか事故とか、あるいはソフトウェアの障害で、そういったことが、トラブルが起きるということがあります。で、それに対する、いわゆる再発防止、そういった事故がまた起きないようにするという対策もいろいろと練っています。で、そういったことを防止するためのいろんなバックアップ体制とか、あるいは、緊急対策ですね、事故が起きた時の緊急対策、そういったものをいろいろと準備しています。ですから、そういった再発防止というのは、こういう業界ではすごく重要だと思います。